ジャップ、ジャップ。さあ、プロ野球5月度月間 MVP が決まりました。よいしょ、ありがとうございます。はいはい、これはもうね、はい、みんな気になってますから。これ毎月やっぱちょっとね、発表させていただきたいなと思いますね。はい、まずセリーグ、はい、投手部門、はい、横浜 DeNA ベイスターズ今永投手が、はい、受賞されたということで、はい、そして打者部門が、はい、中日ドラゴンズ高橋周平選手。いやもう、まあ、まあ当然っちゃ当然、これはもう文句なしですね。初受賞ですから。うん、そうですね、はい、成績はまず高橋周平選手が、24試合打率4割1分7厘、40安打3ホーマーの29打点の1盗塁ということで、まあ、盗塁まで言わなくて書いてるって、もう取りしてるって、やっぱり、はい、もう私は8回ね、そうそうね、記録にね、なんだということで、いや、やっぱ、よく打ったイメージがあるよね。いやいや、本当に、気がつけば周平、周平、そうですよ、ニュースでも、はい、新聞も毎日高橋4番まで行ってな、そうですね、もう支えたっていう、はい、でも負けたというそうですね、いやいや、でもこの成長度っていうかさ、もともとね、彼はドラフト1位で期待されて入って、うん、やっとやらもうスタイルが決まったね、形がね、バッティングの、はい、まあこうやったら大丈夫じゃないもん、うん、ここから先も、ここから先もまあ、ね、それはもちろんスランプもあるよ、はいはい、疲れとか伴ってね、だけどまあ自分の一つの形っていうのが確立したと思うから、まあその形にはまっていけばもうすぐ上がる。うーん、楽しみですね、またね。6月も連続受賞、うんね、ありえますからね、本当に。いや、あるわけ、ね、調子いいですから、うん、今永、そして今永投手が、はい、5試合投げて4勝1敗ですね、今で防御率 1.78、 奪三振36ということで、はい、自責点が7ですね。まあ球が生きてればな。いや、もう言ってましたもんね、はい、よく腕が触れてる。うん、今日話した、お前勝ち運ねえなとか言って、普通に言ってたら、はい、8勝ぐらいしてる、うん、ぐらいの感じだ、はいはい、まあ、春先からね、はい、まあ、今月だけ先月だけで4勝してるわけ、うん、なんか8勝ぐらいしてたみたいな。だってあいつぐらいじゃない、とっちらかってないの、一回も。もうなんか、投げるたびにそんなに、ね、そうだ、安定してるイメージありますけどね。でも、ガーッと言ってて、とっちらかって、はい、あ、疲れかなって言って、次の登板の時にまたまた回るっていうさ、はい、あいつだけじゃない、こう、ずーっと安定してるの。とかもう、今永投手が投げる時はもう絶対勝たなきゃいけないみたいな感じ、ね。で、今永が投げる時ってあんまり点取らないんだよ。まあ、確かに、はいはいはい、エースだから。まあ、そうですね。エース同士の投げ合いにはなるよ。はい、なるけど、おお、お前勝ち運ねえかとか言ったら、いや、そんなことないとか言って、なんか気を使ってたけど、ナイスねえとは言えないですよね。ナイスねえとはね。でもその中でも、はい、やっぱよく投げてる。いやいや、すごく素晴らしいですよ、本当に。いや、もうなんか故障してたからさ、はい、前、まあ、去年とかあんまり投げれないとか、ね、あれだけこうフル回転してて大丈夫かなと思って、まあ、心配だけど、でもよく頑張ってるな。そうですね、うん、何勝いきますかね、今年。確かに、いやちゃんと4点ぐらい取ってくれたらあんま負けないんじゃない。まあまあ、そうですね、投げる試合に勝ちがついてるんだよ。そんな感じはするけどね。ただ投げ合う時のピッチャーが悪いよね。あ、相手もやっぱりね、来ますよね。1点78、はい、すごいよ、すごいっすよ。だから2点取ったら勝てるわけ。そうっすよ。だからもうとりあえずお釣りが欲しいよね、3点ぐらい、はいはいはい、だから3点取ったら勝てるから。もうでもそれを必死に取りに行ってほしいよな、野手陣はね。もちろんだから、ね、それにやっぱ答えてほしいですよね。いや、答えてやっぱり、うん、はい、素晴らしいです。でも素晴らしい、ね、はい、おめでとうございます。はい、そしてじゃあパリーグ、はい、行きましょうか。パリーグも、はい、まず投手部門、うん、福岡ソフトバンクホークス千賀投手。あ、まあね、これはもうそう、いいんじゃないか。2回目ぐらいで、もちろん成績教えて。はい、5試合投げて3勝1敗、投球回が36、防御率 1.75、 奪三振43、自責点7ということで、はい、今永選手よりもいい、うん、千賀投手は。いや、でも勝ち星がついてないよね、はい、ああ、そうっすね、そうっすね、5試合投げて。いや、またね、千賀が投げると打たないソフトバンクの打線がってことです。まあ、エースだからエースが投げてる。まあ、やっぱ相手も結局宿命ですよね、エースの。まあ、その中でも、まあ、今永もそう、千賀もそうだけど、はい、受賞するっていうことは、うん、やっぱ
相当な実力があるということで、この前の試合知ってる、まあ、例えば100何球だったかな、まあ、10球だとするわ、はい、で、まっすぐの割合が 40% ちょっとなんだよ、はい、フォークの割合が何パーセントだったの？フォークですか？うん、一緒ぐらいじゃないですか、まっすぐと 40%、はい、まあ40前後ぐらいっていうこと、はい、何パーセント？でもまあ、その半分ぐらいかな、20% ぐらいかなって言いますけどね。 9% そんな投げてないんですか？投げてない、そうなんですか、だけど、はい、千賀って言ったらフォークじゃない、はい、いやそうですね、勝手に投げられた感覚なんだよ、バッターが。おー、そう見ててもわー、やっぱすごいフォークだなっていう、はい、だから最近はまっすぐとカットとそういうボールで打ち取ってんだよ。そうなんですか。やっぱイメージがやっぱ、いやイメージです、もうここで追い込まれたフォークが来るっていうイメージが強いから、はい、見てる人たちもそうだよ。だからその 9% のフォークがものすごく投げてるイメージになってる、はい、だからそれを利用して投げてる。なるほど、逆転取ってっていうことですね。投げてないのにもう見せ玉で見せてるみたいな、もう印象で投げさせるとくるっていうフレーバーだよ。だからすごいっすね、それ。それはもちろん究極にピンチの時、はい、ここは絶対1点取られたくない、うん、やりたくないって思ったらフォークは使うだろうけど、はいはい、もうそれ以外だったらもうマス、だって150、もう160近いんだもん、打てない。打てませんよ、お悩み声で言われても。本当に。打てないですよ。だから、バッターも追い込まれたら、あのフォークだけは振っちゃいけないとかさ、したらどうしようとか思うから、もうそのイメージでいいんだ。そのまま真っ直ぐ来ちゃうんですね。そのまま速いのがまた来るってことですね。だから特殊ボールっていうのは、あるピッチャーはやっぱ強みだよね。いやーすごい、そんな少ないと思わなかったっすよ。だろ、僕ではちょっと少なく見積もったっす。いや俺その時に、はい、MC、プロ野球ニュースの MC だったんだけど、はい、俺質問されたわけ、何パーセントだと思いますって、はい、やっぱ同じような感じだったよ、はい、俺それ9って聞いてびっくりしたもん。いやそんなないいや、それで抑えてるんですよ最近。すごいな、それは知らなかったっすね、クレーバー。いやすごい。さあということで、はい、まあ、選挙投手のね、9% っていう、もう驚異の数字も、出ましたけども、野手部門、打者部門ですね、はい、西武ライオンズ、はい、秋山選手、上がってきましたね、はい、成績が25試合、打率4割、2厘、41安打、9ホーマー、13打点、4盗塁と。いうことで、ちょっと待って、打点いくつ、はい、打点40、あ、違うです、13つ9本で、はい、だから最初にもう打ってんじゃないですか。いや、それ困るな、はい、いや、はいはい、9本打ったらやっぱ20打点以上欲しい、ちょっと少ないですよね。ちょっと少ない、まあ、ホームランに対してっていう意味じゃ少ないですね。いや、だからいかに前にランナーがいないかっていうことだよね。まあ、そういう、そうですね、チームの状況になりますけど、はい。でも気がつきゃさ、あれだけ春先、秋山もうダメなんじゃないかとかさ、そうですよね、なんかね、一説によると、はい、目が悪いんじゃないかとか、へ、なんか言ってるやつがいるわけよ、はいはい、他局でね、はい、まあ俺他局って言っても変だけどいやなんかで、はい、なんかそういう噂があったの、で、そうなの、はい、そんな話俺聞いたことないけどね、はい、っていうような話をしてて、押したらバカバカ打ち出して4月からベストチャンネル2位じゃない、ついにもう、まあ、あっという間に来たよね。まあもちろん打席数も少ないから、はい、1本に対しての上がる率は高いけど、はい、こんなに早く上げてくると思わなかったな。いややっぱりさすがですね。さすがだな、持ってきましたね、持ってきたな。目なんか全然微動だよ、全然関係なかったこと。今度あったら聞いておいてくださいよ、なんで目悪いって、目悪いのみたいな噂流れてるけどってもうその人の噂ってさ、もうほんといい加減な、目がおかしかったら打てねえじゃん。でもちょっと打点が少ないって、ね、それはね、ちょっと意外だったな、うん、まあホームランに対して周平で何だったか、周平選手が、29打点で、ホームランは3本だけなんですけど、だからまあ打順によって違うけど、はい、まあ、4番まで打ったから、はい、それはもちろん打点も上げてくれるの困るけど、はい、でも DH を採用しててさ、うん、まあ、確かに秋山一番を打ってるにしても、はい、まあ、いかにやっぱ西武の下位が打ってないかだよね、うん、ちょっとやっぱこう西武が上に行こうとするんだったら、やっぱ下位打線で、
出塁率のいいやつを置かなきゃいかんっていうのは、ね、打つ打たないというよりも、はい、出塁率が高いやつを持ってこないと、うん、やっぱ9本打ってて13打点って言ったらいかに少ないわけ、ね、まあ、確かにちょっともうちょっと欲しいかなっていうのは。そうだよね。まあでも4人とも実力者だな。まあやっぱりもうやっぱ1ヶ月のスパンでさ、はい、まあ時にえっていうやつが取るかもわかんないけど、はい、やっぱりちゃんとした実力を持ってないと1ヶ月の月間 MVP っていうのはなかなかたどり着けないな。そうですね、その平均的な力っていうのは。まあまあでもこの4人は確実にオールスターに出るでしょう。いやーもうもう絶対出ると思いますよ。楽しみですね、またオールスターが。まあ頑張ってください。おめでとうございます。